ルーセンリー監督君が好きなマイケル・ジョーダンは仲間の金、うん、をつかみ全力で守備をしたこれをリーダーとして残り2か月間やってくれ君は怪物でもちろん世界ナンバーの選手史上最高のディエンスにならないといけないそれがリーダーだとエンパペに言ってました、うん、やっぱ言葉って信頼関係がね繋がってないと伝わらないっていうのがすごい分かるエピソードですよねでそれを構築するにはね誰がボスかっていうのを証明しなきゃいけないけどパリではエンパペがボスだからねエンパペの性格次第でそれが成立しなくなるんだよね エンバペがやっぱり、もうすごいから王様ぶりが。すごいよな。すぐい、すぐいけんだっていう、まあ、レアルマドリーでもね。もう、先輩いない状況だからな。そう、助走距離つけないで、ライン間じゃなくてライン上で待っちゃう時間多いからボール受けれない、後ろ向きのエンバペは怖くない。まあ、動き台自体も少ないし、1対1とかでも外し方で、こう、体の向き作れずにシュート打つみたいな。だから、あの、コンディションの悪さがめっちゃ出てるんですよね。で、切り替えも遅いから。 そんな言い訳しちゃいけないぐらい他の選手は仕上がってる選手って仕上がってるからね。そのぐらいもうエンバペって王様で違い封建というか、エンバペはどんな悪くてもある程度使おうってなってて、それをエンバペ自体が感じてるっていう状況だと思いますあとはマドリーの場合ね、その、関係性でポジショニングできるなって。普通この選手、この性質あるからとか、このプレイが得意だからでポジショニングとかって決まるというか、 いい配置だったり、もフォーメーション上どこ置くとか決めるじゃないですか。これ普通ですよ。マドリーの場合は、あの、バスの席順のイメージ。あの、クロースさんが座る席なのに、そこ勝手に座っちゃダメだよね。サイドバックの裏はクロースさんが使うスペースだよねとか。センターバックの近くに降りてきて受けるのはクロースさんだよね。みたいなのがなくなってるじゃん。だからみんながみんな自分の良さをアピールする時間になってるから、結果、自分が得意なところにみんな集まっちゃうとか、い,いた方がいいとこに全然いなくなっちゃう。 昔の話で言うと、その、これ別に昔がいいっていう話じゃないよ。一例として出すだけね。ロナウドさんはゴール前と左利き来したい。そこに気を使えるベンルマさん。で、ベイルさんは中に入ってきて競り合う、セリア受けとなんでかっていうと、えー、カルバハルさんとマルセオさんは高い位置で攻撃したいから。 で、センターバックの近くにクロスさん降りていきたいよね。風見野さんは、ビビってない振りで、えー、中盤いるけど、基本はボール受けたくない人だよね。だから、イスコさんとモドリッチさん降りてきて、イスコさんは自由に、モドリッチさんは、そのあたり聞,き聞かすよね。結果、みんないいとこいるよね。が、間取りなんですよ。で、これが全員モチベーション高いと切り替えも早いからずっと攻めてるみたいな。今のってさ、お前はこの特性だから、こうずれて、ここでこうなってってやんないじゃん。これやってた監督、配置のパズル間違う、アンチェロッティとかジダンとかだから。だからそういうふうに、 マドリー、今後シーズン進むでしょそうなると、それぞれの関係性が決まってくるんですよ。あ、こいつはここだなとか、こいつと俺だとこの関係性だなとか、こいつ若手だからこの辺いさせていいなみたいな。その関係性が、こう説を追うごとに決まってったら、だい大体ここってエンバベさん使うとこだから僕はずれようとか、あ、ここはベリンガム君だから、あの、 俺、でも、譲ってあげていいよ、みたいなね、エンバペの立場だと。こういうの決まってきて、最後、アンチョロって微調整するみたいなのが、起きるのかなと思ってますけどね。エンバペ3どころかもう様だよ。うん、プレイ見てると。で、これがクロースとかモドリッチがスタメンにいたらまた違うんだよね。スタメンみんな若かったりとか、あの、年齢いってるベテラン組はさ、ディフェンスラインにいたりとかさ、エンバペが気使わなきゃいけない人が近くにいないんですよね。 マドリーのえ全、ー、然は多分前線だと思いますけど、えー、そう解釈して喋るね。レオザさん最適解どうなりますこれが、別に全然今の状態でいいと思います。で、あの、左サイドにめちゃくちゃ人寄るじゃん。これみんなだったらどうする今左サイドにめっちゃ人寄ってる状態なの。ちょっと解決策。どういう布陣にしてどうするとか。ちょっとそれよかったら書き込んでください。僕も、 マドリーだったらほっときますね。例えば今さ、左に渋滞しちゃってるじゃん。これを、お前こっち行け、お前あっち行け、こういう戦術でって言うと、やっぱり、反発、特にできるやつほど、監督より自分の方がサッカー分かってるとか、そういう風に勘違いする、もしくは勘違いじゃなくても、そのエゴによっておかしなことになるってめっちゃあるんですよ。マドリーの選手ってそうなりがちだから。で、これが、ダメな選手だと、そこを、 ガッと強制したりとか、もしくは戦力外にするとかいろいろあるんだけど、マドリーの選手たちの場合一番いいのが、あの、ちゃんと自分に矢印向けて修正したりとか、お互いで話し合ったりとか、で、あとは、多少配置とか悪くてもさ、それをねじ伏せるだけのさ、あの、個人打開力があるじゃないですか。ってなると、マドリーに関しては、何試合ぐらいなら負けていいんだとか、計算しながら監督やるもんだっていう感じで、で負けていい試合をどう使うかっていうと、 それで自由にやらせることによって、あ、これじゃダメだって選手たちがなって、選手たちが能動的に問題を解決する方向に行かせるみたいな。だから、まあ、もっと具体で言うと、エンバペとベリンガムとビニシウスじゃん。で、あとロドリゴとか。このあたりずっとほっといて、ずっと左サイドでさ、ずっと機能不全っていうのはさ、起こり得ないというか、すげえアホな選手だったり、個人打開力ない選手だったら変えなきゃいけないんだけど、あの選手たちだと、そのバランスの取り方を、 自分たちで見つけさせればいいっていう。で、あと、怪我人とか出るじゃん。その時に、ちょっと例えば、バラヒム・ディアス入れたりとか、右にちゃんと、ハル選手入れたりとかして、ちょっとこっち側で調整するみたいな。ほっとくって選択肢が全部にいいわけじゃないけど、マドリーでなおかつ、今のメンツだと、ほっといても改善されるような人たちがいるっていう。そういう考え方でいいかなって思ってます。 これ個人の力だったり、自分で考える力がない選手たちにやったら終わりですよ。マドリーンに関しては、その、ただ上手いやつじゃなくて、そこにフィジカル的に超強いとか、個人での共有力あるとか、いろんな、そこの。で、あとは、まあ、ユニフォーム売れるっていう。ま結局商品価値があるっていうタレントとして。みたいなの全部、金、あの、加味して獲得するだろうから。マドリーンだからできる戦術なんですよね。全員でボール捕まえに行くけど、逆サイドの選手、守備サボるみたいな。 普通ならあれ絞ってないからボランチの脇やられるけど、もうボールサイドの選手1対1で勝つから、結果逆サイド戻ってなくてもいいあの大丈夫みたいな。そういうふうに、さっきのね、サイド渋滞問題の解決策もそうだけど、マドリーの質だから、マドリーのメンタルだからほっといていい部分、ほっとくことが最適解になることがあるからね。で、それを普通のね、弱い中学校のチームに同じようにやったらダメですからね。エンバペ、あの、背負うのだけ苦手ですね。 やっぱあのパリの時とかさ、エムバペがあのセンターフォワードをやりたくないみたいな、なんかその、やっぱジルいたり、そういう衛星的になれる、中心どがっといて、その周り動くのが得意じゃん、エムバペって。やっぱエムバペ中央に残ること多いから、後ろ向きになるんですよ。で、ライン上で待っちゃうみたいな、だからディフェンスラオフサイドにもかかるし、コンビネーションにも、あのパスワークにも関かかわれないしみたいになってて。だからエムバペがやっぱ得意なのは、前向ける状況だから、だから、 ビニシウスとエンバペがどのくらいお互いが得意な場所を譲り合えるかみたいな感じになるね。で、僕は、あの、エンバペは、あの、これ、ちゃんと聞いてくんないと変なこと言ってると思いますけど、ちゃんと聞いてくださいな。切り抜く人もちゃんとここまで切り抜いてほしいんだけど、エンバペは、センターフォワード向いてないと思うわ。これは、従来のセンターフォワードです。あの、インザーギ的な。 インザーギとか、あ誰だろうな、今で言うと。ハーランドみたいな。とか、あの、降りてこないけのレバンドスキーとかかな。もう、相手のセンターバックにピタッと張り付かれるようなフォワード。ほんとセンターフォワードは向いてないと思う、エンバペ。エンバペ一番向いてるのは、あの、左ウィングかゼロトップ。セカンドトップ。どういうことかっていうと、エンバペってやっぱ前向いた時の破壊力異常で、あの、 降りてきて、相手がセンターバックくっついてるでしょ、ここに降りてきて。ここでワンツーしてもう一回この作ったスペースの裏行けるんないんだけど、最初からこの高い位置で後ろ向きで待っちゃうのよ、センターフォワードって言うと。これ、不思議なもんで言葉のマレブで、ゼロトップとかトップしたっていうと、低い位置から裏抜けしたり間いるんだけど、これセンターフォワードってなるとなんかずっとここ行っちゃうのよ、イメージで。で、エンバペは、それこそ、バルサでゼロトップやってた時のメッシュみたいな感じ。このね、すごい純粋なマドリーファンには嫌な言い方に聞こえたら申し訳ないんだけど、役割の話ね、あくまで。 低い位置でもらって、エンバペがボール関わりながらワンツーして前入ってくっていうのがめちゃくちゃ重要だと思う。だから、あの、トップやってもいいけど、相手のセンターバックに張り付くってより、ボランチの背中色っていう言い方。ボランチの背中からトップで受けたい時はそこから裏抜けするし、普通にボールめっちゃ受けに行っていいと。エンバペが受けに行くだけで、みんなほっとけないから、結果他の選手でスペースできて、そこにベリンガムだ、ロドリゴだとか突っ込めるからさ。これで説明すると、 エンバペこれまあ、わかりっすかエンバペこれでし,しょう。ここでこう待っちゃってると、エンバペにボール入応し入っても潰されるんですよ。あの、半身とかでもポストプレイできないから。まっすぐポストプレイして、背高くないから疲かれるから。これを、基本、この後ろで待ってて、こう、プリシッチがチェルシー時代にドリブルで決めまくった時やるこう現れた時の、ここにボール入って仕掛けるか、もしくはもうここまで降りてくるっていう。で、普通なら潰されるんだけど、ここで、エンバペボール持って、すぐ、 サイドたいたり、一回はたいて、そっから、ワンツー的な感じで中入っていく。で、そうすると前向きになるじゃん。だから、あの、メッシュとかもプレッシュ見てもらうと、ここでひょこって現れるメッシュって意外に少ないんですよ。メッシュとかもここで受けて、あの、シャビ、シャビとかイニエスタとかブスケスとワンツーして入っていくみたいな、ここに。そう、だからわざと開けて、前向きでプレイできる状況。だからエンバペに前で待つなっつって。もう好きなとこ受けに来ていい。その代わり、人にはたいた後前入っていけっていう。 これだけでめちゃくちゃ怖いと思うよ。エンパペがここにいてくれるの超楽だから、相手からしたら。で、これがシーズン中どのぐらい見れるか。で、これありがたいのが、ボランチとかウィングとかにベリンガム使うでしょだベリンガムって結構前出てくから、エンパペいなくなってもここ入ってくっていう。で、あとビニシウスこういうの得意になってるし、ノドリゴも斜め入ってくから、から結構なんか、あの、エンパペに動き回らせて、その分他の選手にどんどん前へ行けみたいな、そういう形だったらうまくいくなって思いながら見てましたね。 単純に左端だった、せた時エンバペとビニシウスどっち能力高いんですかうーん、難しいけど、カットインからシュートとか、内側にコンビネーションで入ってくんならエンバペかな。ただ、縦行って、えぐったところからのアシストすんのはビニシウスかなって思いますだビニシウスほんと努力家で賢いから、昔は張ったところから仕掛けるしかできなくて、しかもドリブルもへそ下からバンバン出てて、スピード頼みみたいなのだったのが、もうなんか、あの、生態とさ、 反省体使い分けれるようになって。で、あの、ライン間でボール受けながら、また、ディフェンスラインボール持ってるとき裏抜けとかさ、あの、チャンピオンズリーグでね、クロースから引き出したパスとか、ああいうのできることどんどん増えてるから。だから、ビニシウスが左ウィングだったら、まあ、ロドリゴもできるだろうけど、ビニシウスのウィングは、エンバペがそっち使いたいときに中入っていければいい。これ、外しか取れない選手だと、エンバペ、ビニシウスの二人、二人とも使うみたいな厳しくなるでしょうけどね。 で、押し込んだ状態のセンターフォワードだったらエンバペよりベリンガムの方がいいでしょうね、本当に。でも、あれだよね、最、最後に逆に普通のサポーターっぽいこと言うけど、マドリーのメンツがキーパークルトは左からフェラン・メンディリュディガー、ミリタン・カルバル。で、中盤、左からベリンガム・チュアメニ・バルベルデ・ロドリゴ、ツートップ・ビニシウス・エンバペ。もう、FC24 でみんなこのチームシーズンで使うよ。早くて上手くて強いみたいな人しかいないじゃん。 何なんだろうこの本当に世界選抜感というかさ。すごいやな、このメンツ名前言うだけでワクワクする感じね。 俺が俺信じてるか俺が信じてる、みんな、絶対やれるよ、最高よ、<laughs> 選手が自分の最大能力を出せるような環境を作る、それをこれからやっていきます俺が自信を持って選んだメンバー、これだったら紹介します。<laughs>